皆さんこんにちは、東里です。ファミツーウェーブで連載されていた吉崎美奈先生原作のアーケードゲーマー吹雪が待望の OVA 化、そしてなんと ATX で1月に先行放送することが決まりました。そこで今回私がやってきたのがこちら、サウンドイン。ここで主役吹雪を演じる野川さくらさんが主題歌のレコーディングをしているそうです。それでは早速中の様子を覗いてみましょう。そんなわけで主役吹雪を演じる野川さくらちゃんが主題歌サンダーオブピーピーのレコーディングを行うということでスタジオにお邪魔したのです。曲もいいですし、さくらちゃんも可愛いですね。ご覧ください、レコーディングを終えたばかりの野川さくらさんが大勢の報道陣に囲まれ今記者会見を行っております。会見にはたくさんの記者が駆けつけ、さくらちゃんに質問攻め。さとちゃんもお話聞きたいということなので、貴重な時間をいただき、なんと野川さくらちゃんにインタビューしちゃいました。野川さん、レコーディングお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。皆さん、にゃっほー、野川さくらです。この格好は決して普段着ではございません。皆さん、あのこれはですね、はい、あの今私レコーディングを終えてきました、うん、あの来年の2002年2月の25日からリリースになる OVA アーケードゲーマー吹雪、こちらの、はい、吹雪ちゃんのコスチュームです。実はですね、はい、うん、1月にアーケードゲーム吹雪が ATX で先行放送されることになってるんですよ。そうなんですってね。びっくりです、はい、あの OVA が2月のね、25日リリースなのに、うん、なんと1月で ATX さんで放送されるということで、 OVA を買う前にチェックできてしまうということで、はい、皆さん、はい、そちらでもぜひ皆さんより一足お先にチェックできるので、はい、見ていただけたらな、私も見たいと思います。はい、見てください。どうでしたか、レコーディングですか。あのレコーディングはあの今日だったんですが、実は夏の2001年の夏のエモーションフェスティバルというイベントでもこの歌は歌わせていただいたりと、はい、結構皆さんの前で歌う機会などもありまして、私の中では、はい、すごくこうもう自分の歌って感じで気持ちよく今日は歌いました、うん、どんな雰囲気の曲なんですか。曲はですね、私はちょうど夏に CD デビューをしたんですね、はい、でいろんな曲を歌わせていただいたんですが、一番パワフルで元気な曲、お客さん、ファンの方とライブとかですっごい盛り上がれる曲だと思ってます。ズバリ聴きどころは、ズバリ聴きどころ、はい、あのなんか可愛らしいコーラスが入ってます。あのファイアファイアとか違いましたっけ。あれ、あれ間違ってたかな、これそれは野川さんの声でしたっけ。ちょっとごめんなさい、あのじゃあコーラスは、コーラスも可愛らしくてですね、はい、ノリノリな感じで、であのこの作品のお話をするとですね、はい、作品自体が来年2002年の2月の25日からこうリリースされる OVA になるんですけども、あの私主人公の桜ヶ崎吹雪ちゃん演じるんですね、はい、吹雪ちゃんが作品の中でこう技を、何の技か気になりますよね、はい、ゲームが、ゲームの話なんですよこの話が、うん、でそのゲームを、アーケードゲームを攻略するときに使う技、気になった方ゲームセンター嵐ですよ皆さん、ゲームセンター嵐かなと思った方いらっしゃると思うんですけども、はい、ズバリあの嵐の魂を受け継ぐ作品としてですね、はい、もう期待していてください皆さん、はい、逆立ちして吹雪ちゃんもゲームをやるわけですよ、そのゲームを攻略する時の技の名前がいっぱい入ってます歌の中にも、はい、私も初めてのね、はい、主役ということで、はい、オープニングとエンディングテーマも歌わせていただくので、もうここはちょっと頑張って、はい、
2002年も頑張らないといけないかなと思ってます。野川さん、今後の活動を教えてください。はい、今後はですね、私野川さくら、歌に、声優に、テレビのお仕事にともういっぱい頑張っておりますけども、なんと来年2002年の、1月の26日皆さんカレンダーにチェックよろしくお願いしますね。この日に私影山博信さんのプロデュース、はい、第2弾の CD が発売されることが決定しました。はい、こちらではですね、はい、また私作詞もやらせていただきますので、はい、またねイベントとかも今後たくさん予定されているので情報をチェックして皆さんぜひ会いに来てほしいなと思います。うん、